どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、ちょっといつもとは視点を変えてアパレル業界についてね、お話をしようかと思います。実はね、ずっとね、私もね、思いの中にあったんですけども、なかなかね、話す機会がなかったんでね、今回ちょっと一つのきっかけを元にお伝えしていこうと思うんですね。で、このアパレルっていうのは要するに着てる服のことなんですけども、私たちが普段意識してないんですけども、まあ、数々のね、まあ、闇が存在するわけなんですよ。で、その一つがやっぱりアパレルに関わる人の劣悪な労働環境ってものがあります。まあ、例えばね、バングラディッシュっていう国で大きな事件がありました。その事件っていうのは数年前なんですけども、バングラディッシュで働く製法工場があるんですよね。縫製工場ですね。縫製工場でアパレルの、まあ、服や、まあ、ブランドのジーンズとかを作っていたんですけども、その工場で働く1000名ぐらいの方がね、一気に生き埋めになってしまったっていう事件です。これはその工場の入っているビルそのものの耐久度がもうね、全然なくって、で、毎日いつ崩れるのかいつ壊れるのかっていう環境で、労働者の方が非常にね、低賃金で働いていたんですよ。で、ある日突然工場稼働中にドカーンと崩れてしまって、1000名の方がね、生き埋めになってしまったっていう事件です。確かその工場ってのは7階建てくらいのビルで、それが崩れてしまったんで、ほんとひとたまりもなかったんでしょうね。で、結局十分な保証も得られないまま、本当にね、アパレル業界の闇を映すような事件となってしまったということなんですけども、まあでもね、なんでそのビルが老朽化を補填できなかったのか、補強できなかったかっていうことなんですけども、結局ね、儲からないからなんですよ。経営者も儲かってない、業界も儲かっていない。でも私たちはものすごく安い価格で服を買うことができますよね。安い価格で買うってことは、その業界にお金が流れていかないってことなんですよ。つまり働く環境の人ってのは非常に悪い労働のその統制下に置かれているってことなんじゃないかなと思うんですよ。まあこれ話すと長くなるんですけども、まずね、今日1点目でお話したいのは、気が遠くなるほどの廃棄っていうものがアパレルにはあるんですよってことです。これね、実際にアパレルの業界に関わってる人も全然気にしてなかったり、全く知らない数字が出てくると思いますので、多分びっくりされると思います。まあ現在の大量生産、大量廃棄、まあこういった形でのアパレル販売、流行を重視した大量生産大量販売モデルにより、売れ残った服っていうのは、これはね、もう最新作で着られないんだったら、もう来年再来年になると単なる在庫になってうずたかく積まれて廃棄されるだけってことになりますので、これが環境問題とか資源浪費につながっていくってことで、かなり問題になってるんですよね。じゃあ廃棄される服の量ってのはどのぐらいあるのか、皆さんご存知ですか？びっくりしますよ、これは。もうなんとね、世界で年間3000億着が捨てられているんですよ。3000億着ってなんか想像もつかないですよね。地球の総人口を仮に多めに見積もって100億人としましょうか。100億人の人が住んでいるこの地球で年間3000億着が捨てられているっていうのは、いかに異常なことかってわかりますよね。で、こういうことって多分アパレル業界にお勤めの方でもほとんど知らない事実だと思います。ね、日本では約1億着っていう服が販売店に並ぶんですよ。1億着ですよ。ね。で、その裏でですよ。8億着が誰に着られることもなく、まないまま廃棄されてるっていう現実もあるんですよ。異常でしょ、これ。だって日本各地に通信販売を込みでいろんな販売店あるでしょ。ブランド物から、それからパッチモンみたいなもんまでね、いっぱいあります。全部で1億着が年間で販売店に並ぶんですよ。ね。それをいろんな方がね、セールスしたりとかしてると思いますけども、8億着っていうのがその裏で、流通もされない、店頭に並ばない、誰の袖も通さないまま捨てられてるんですよ。何のために作ったんですかね。まあそういった現状があるわけなんですよ。で、我々個人のレベルでも、まあせっかく買ったんだけども、一度も着ないまま廃棄するものってあったりするんじゃないですか。それから着たんだけども、記念日に一度か二度来た程度で、あとはタンスの肥やしになってるみたいなことも多いんじゃないかなと思います。つまり、服っていうのは、せっかく
店頭に並びました。お客さんが手に取りました。それでもほとんどは買われない。で、万が一買ってもらったとしてもほとんど着られない状態のままゴミ箱行きってことなんですよ。その前に販売店にも並ばないし、トラックにも積まれないし、まあ、そもそも製品としてできたはずなのに工場から全く動かずにそのまんまゴミ箱行きっていうものが大半なんですよね。うん。しかしこういうふうに無駄に作っている製品のおかげで多くの人の生活が支えられているっていう部分もあります。つまり作ってただ廃棄するだけにも人の手が関わっていて、そこには人件費が発生してるんですよ。つまり製品が売れようと売れまいと、それによって食べていってる人がいるっていう現実もあるんですよね。じゃあその作りはしたんだけども売りもしないような製品を作ってくださった方の給料をどこで支えてるのかっていうと、一部の売れた商品なんですよ、ね、一部の売れた商品が3000円なのか1万円なのか分かりませんけども、その販売売価の中には日の目を見なかった、ただ廃棄されるためだけに作られた製品の原価回収も行われてるってことなんですよね。だからね、トータルで見て9億着作られていて、8億着が捨てられていて、せっかく店頭に並んだ1億着のうち、その半分以下が実際にお客様の手にお金を通じてね、渡っていって、そのたった一部の売り上げの中から9億着の原価回収っていうのをしてるんですよ。だから、廃棄するものがなければ、実はアパレルってもっともっと安くできる。もしくは、もっともっとアパレルのね、販売単価を高くすることによって、今まで日の目見なかった商品にも、ちゃんとした製造コストや販売コストがかけれて、もしかしたらもっと売れるようになるかもしれないんですよね。でも、残念ながら日本人、今はね、日本は不況ですから、随分不況が長いですから、服にお金をかけようっていう発想っていうのはなかなかないんですよ。多分この動画をご覧の皆様でも、直近1ヶ月、2ヶ月以内に、何着服買いましたって言ったら、そういえば買ってないよねみたいなことになるんじゃないかなと思います。特に40代とか50代を過ぎると新しく服を買うチャンスってなくなると思うんですよ。どうでしょうかね。そんなに盛んに服買ってます？そもそも仕事でアパレルにお勤めじゃない限りはそういったお店に行く機会ってむちゃくちゃ減ったんじゃないですか。どうでしょうかね。はい、ということで今回はね、アパレル業界の闇の第1話ということで、大量に廃棄されているという現実についてお話してみました。ぜひね、アパレル業界にお勤めの方、こういった現実が、もしね、こういった事実があるよとか、それはちょっと違う久保さんみたいなことがあったらね、またお聞かせいただければと思います。それでは今回は以上です。よろしくお願いします。はい。アパレル業界の闇、第1話終わったわけなんですけども、第2話はね、アパレル業界に働く方の環境についてちょっとね考えてみようかと思います。過剰な労働、店舗スタッフっていうのは長時間労働ですとか低賃金、ノルマ達成のプレッシャーにさらされてると思います。そういった過酷な労働環境に置かれている現実、現場から届けれる声があると思いますので、私の方からもお話しさせてもらおうと思います。これについてね、私にも言わせろみたいな意見がありましたら、ぜひメッセージの方をいただければ幸いでございます。それでは今回は第1話以上でございます。お疲れ様です。